はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、スネークアイズディアベレスターです。実装マジ遅え。めっちゃ待った。このスネークアイズディアベルスターというね、モンスターなんですが、このデガポポルスって言われてるやつですね。こいつ、結構もう、実装してもいいでしょみたいな、ところから、まあ待ちまして、もうやっと先日ですね、実装されたっていうカードになっているんですけれども、まあ結構優秀なモンスターでですね、名称、スネークアイモンスターでもあり、ディアベルスターモンスターでもあるんで、例えば、ザガリとかで持ってきたりすることもできるし、あと、まあ、リクルート、スネークアイでリクルートすることもできたりとかして、結構優秀なモンスターになっています。で、このモンスター、そもそも種族も魔法使いなんでね、例えば、ソウルズで墓地を送ったりとか、そういうこともできて結構強いんですよ。で、このモンスターは何をするかっていうと、このカードが相手モンスターと戦闘を行う攻撃宣言時、相手モンスターとこのカードを永続魔法カード扱いで置くっていう、まあ、一応妨害する効果と、で戦闘開始でね。と、この2番の効果は展開力が結構強いんですけど、このカードが、永続魔法カード扱いの場合、スネークアイズディアベレスター以外の自分の墓地の炎属性モンスターを対象に、そのモンスターを、永続魔法カード扱いで置いて自分が前に出るっていう。まあ、要は、こいつが前に出ながら墓地から永続魔法としてセットできるってことなんで、まあ、普通にコストとしても優秀だし、モンスター増えるんで優秀だし、自分でまあ前に出てこれるモンスターって、まあ、そんなにいっぱいいないんでね。スネークアイ系統でも。なんで、非常に優秀。で、このカードを使うにあたり、やっぱ一番強く使えるのは、スネークアイのこの、邪眼神殿なんですよ。正直。邪眼神殿をでこれを張ってくると、まあ結構展開伸びたりするんですけど、正直、純スネークアイデッキがあんま強くなくて、これなんでかっていうと、制限改定がやばくて、そのスネークアイエクセル1とか、ポプルス1とか、かがり火2とかで、なんか初動めっちゃ減ってるんですよね。で、ザガリも1で、ディアブレスターは一応3詰めるけど、まあ、この辺しかなくて、なんか純スネークアイが、ちょっとやっぱあんま使いにくかったんですよね、使ってみて。なんで今回は、AO の方のスネークアイデッキですね。AO スネークアイ。こっちの方のギミックに、ソウルズと、イリュージョンオブカオスと、儀式の準備を入れて、で、ここから、ディアベルスターを落としていくっていう感じの、動きをメインで採用しています。で、これ、まあ、もちろんね、普通にその AO スネークアイのギミックとして動かすこともできるんだけど、これ何ができるかっていうと、ソウルズと、あと、それから、例えば、かがり火とか、このエクセル引いてるとき、展開がバカ伸びるんで、なんかすごいリンク近すぎるんですよ。そうすると。だからね、ワンキルができます先行ワンキルが。10爆撃金、ボムフェネックスっていうモンスターがいて、まあ、これレスキューエースとかのところでも使ったと思うんで、まあ、その動画見た方だったらわかると思うんですけど、機械族プラス炎族で、作れる融合モンスターで、これフィールド上のカードの数かける300ポイントのダメージを相手に与えるっていう効果があるんですけど、これを、この効果4回くらい使って、ワンキルしていきます。これ制限カードなんですけど、出し直したりとかするとね、2回、3回、4回って使えるんですよ。ボブフェネックス一発目、まあ、プロ騎士で出して使って、で、2回目、シエのドカヒメで出して使って、で、3回目、ジーランティスで出し直して使って、4回目、クロックリザードで出し直して使ってってやると、ワンキルできるんですけど、これを成立させるのには、リンク値がいっぱいないといけないんで、リンク値をだいぶ稼げる、このソウル値とかの結構、ギミック強いのと、あと、これ、ポップルスが1枚なんで、ポップルス引くとマジうざいじゃないですか、今。ポップルス引いた時のケアが、イルジョブカオスで手札戻せるんで、1枚デッキに。これ戻せるんですよ。ちょっと強いっていう。はい。この謎のシナジーを、使って、ボンフェネックス活躍させていきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。うわ、ポップルス来てるやポップルス来てるやポップルスがやる気出しすぎなんだよ。お前もう眠ってるいいから、デッキの中に。本当に。ちょっと一回儀式の準備。まあ儀式の準備ちなみに入ってるのはなんでかっていうと、引いたポップルスを戻す役割があるからですね。これ結構強くて、友情オブカオス、なんか、これでさ、これ持ってくんじゃん。で、その手札戻せんの。で、これでさ、これ返せんだよね。ちょっと強いでしょ。これ。これちょっと強いんだよね。で、かかり火発動しましょうか。うららなさそうですよね。まあ、一応こっちから発動します。マジシャンズソウルズの効果発動して、ここでディアベレスター落として、特殊化と。はい。で、かかり火発動。で、かかり火効果で、最強カード持ってきて、で、ここでエクセルを、召喚していく。OK。で、エクセル効果。お、なんもねえのか？殺すぞ。で、ポップルス、さっき戻したポップルスを持ってきて、ちょっとシナジーアンの草。
まあ、ディアベレスターをね、あの墓地に落としつつ、リンク値がだいぶ伸びるので、ソウルズ採用してるんですけど、こういうポプラスを引いた時の、ケアにもなってるんで、まあ、言うて強いですね、このカードはね。はい。で、リンクリボーが出て、で、ポプルスの効果発動して、ですね、これはこっちでいいですね。で、これで、でデカポプ、置いて、で、デカポプ効果で、ポプルス置き直して、これ出てきて、これで、なんか、リンク値を稼ぎながら、モンスターのコストも、なんか、その、供給できてるんで、これ、めちゃめちゃ強いんですよね、これ。普通にやってること。で、ここからフランベルジュ出して、よいしょ。で、フランベルジュの効果起動して、まあ、置きまして、はい。で、現在歩スネークアイぶち込んで、これで、こっから炎王展開。いやー、リンク値だいぶなんだ。ちなみにこれ先にね、ウーサしてから、展開とかできるんですけどね。今ちょっと今回は相手何も持ってなそうなんで、先行で強い盤面を作るんじゃなくて、先行で相手を殺すんで、ちょっと待ってくださいね。先行で強い盤面を作る前に、先行で殺せば問題ないっていう話あるんですが、なんなら、先行で殺せるんだったら殺した方が強いんで、相手のまくり札とか許すんでね。相手のターン渡したら。はい。相手にターン渡す段階でもう弱い行為なんですよ、遊戯王、現代遊戯王。マジで。これは本当で。相手にターンを渡す前に、こっちのターンで殺しきっちゃえばいいんで、そしたら相手が何を持っても、俺の勝ちなんでね。うん。そういうこと。暴論すぎるけどな。まあでもこれは割と真理ではあるんだよな。で、ギガンティックチャンピオンサルガスの効果起動して、で、こうするっしょ。ほんで、プロ騎士でしょ。プロ騎士は、効果モンスター2体で出るんで、めちゃくちゃ簡単に出せて。で、しかも融合できるんでね、フィールドのモンスターで。これがめちゃくちゃ強いんですよね。で、フランベルジュで、なんか適当にモンスター2体蘇生しといて、なんか炎族だったら何でもいいです。まあ、レベル1はダメか。レベル1いったら教えてください。で、プロ騎士 F マジシャンの効果発動して、最強モンスター、猛爆撃剣、ボムペネックス、爆弾重爆銀か。重爆撃剣、ボムペネックス、爆弾。さらに、機械族モンスターを装備しつつ、レギュラーソー特殊召喚。これによって、フェードのカードが、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚になったぜ。さあ、9枚になって、ボムペネックスの効果、1回目。うお、2700バン。このモンスターの効果、一応、1ターン1度っていう書いてあるんですけど、名称してないんですよ。要は違う、要はもう一回出し直したらもう一回使えるってことですね。同じモンスターじゃなきゃいいっていうのが謎の最低なんで、で、この支援のトバ姫の効果使いまして、もう一回猛爆撃、ボンフェネックスを特殊召喚して、で、もう一回ぶち込みます。はい、で、もう一回2700万くらってもらって、やってることマジゴミでくさ。で、ここと、まあ、これここでいいか。で、こうして、で、はい。で、レイジングフェニックス出しました。レイジングフェニックスを変身させまして、ジーランティスにするでしょう。はい、はい。で、これもう一回そのジーランティスでボンフェニックス出し直したら、もう一回違うモンスターになるからもう一回撃てるからね。クソすぎ。で、ジーランティスの効果、出し直し、バース、イース、アス、アス。ちなみに、次のね、ちょっとカード足りなくて2700バーンにはなんないんですけど、はい。で、こうして、で、こうして、まあ、一応レギュラスでね、相手のなんかその、なんか無効カードとかケアできてるように見せかけて、別にケアできませんからね。その前に打たれてますから、何かあれば、おそらく。で、ボンファネクス2100万。で、あと残り500ライフなんですよね、相手。なんで、500を、ぶっちかませればもう問題はないんで、ソウルズをリリースして、リンクリボーを出して、で、サイバーズとかだったら何でもいいんですけど、サンライトウルフかなんか出しまして、はい。で、こうすると、サイバーストグモンスター2体になるんで、サイバーストグモンスター2体で、クロックリザード出しまして、はい。ことここの、はい。で、クロックリザードの効果はどういう効果持ってるかっていうと、融合モンスターを自分の墓地から X さっき戻して、そいつをもう一回出し直すっていう効果ですね。あ、融合したい墓地のカード使って。で、機械族と、炎族をゲームから除外して、
で、もう一回出して、で、こっち側モンスターなってるんで、4回目の重爆撃をして、ボマーに気をつけろ。ワンターン、フォーボンフェリックス、対戦。ありがとうございました。はい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 。まあ、割とハンドは強そうな感じですけども。とりあえず儀式の準備ぶち込みたいんですけど、なんかありますか。ポプルス引いてないから、まあ別にこれはイリュージョン・オブ・カオスの効果を使えねえか。こっち引いてから、マジシャンズ・ソウルズの効果起動、特殊召喚、さあ最強モンスター、スネーク・アイズ・ディアベルスター墓地を送り、自身を特殊召喚、そしてカガリビーを発動。カガリビの効果によって史上最強モンスターを爆誕させていくぜ。あ、すいませんでした。まあね、まあ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 ね、まあこういうこともある。ね、そうなってくるとちょっとワンキルは無理かな、さすがに。スネークアイ、フランベルジュドラゴンにちょっと触れないと、まあちょっとリンク値が足んなくて、まあちょっとワンキルは無理なんで、普通に制圧盤面を作るに感じになりますね。この場合は。はい、で、ことを爆破しまして、まあ言うてね、なんだかんだ、素引きしてるカードで一応貫通するとかも結構あるんで、まあなんとかなることが割とあるんですけども、はい、で、ガルドニクスの効果起動しまして、特殊召喚し、で、ガルド効果、キリン爆破、はい、で、キリン効果、特殊、で、カード破壊しません、もちろん。スネークアイ絡んでないとあんま強くないんだよな、これ。これなんかちょっとさ、ワンチャスターなんかこれ、ここずく、まあまあまあ悪くないか。まあ、それは悪くないな。ね、ちょっと待ってね。キリン回収しないといけないから、まあこれ、ちなみにこれを、お墓地送っちゃうと、ちょっとことを破壊されてやばいこと起きる可能性は全然あるんだけど。はい。で、サンライトウルフ出して、で、リンクリボーを出して、はい。で、墓地のキリン回収して、リンク地で、なんか、結構いろいろ足んないんですよね。スネークアイが絡んでないとね。で、ここで3、キリン回収して、フランベルジュは回収しても意味ないからね。フランベルジュはやっぱ、魔法トラップゾーンに置かれていることによって、やっぱ、進化を発揮するんで、まあ、どっちかっていうと、ディアベルスター、スネークアイズディアベルスターを活躍させるんだったら、準構築の方が多分、活躍はしそうな気がする。うん。言うて。まあ、これ特殊召喚した、何を特殊召喚してもあんま関係ないからね、これ。まあ、別にそんなに伸びないから、展開が。結局、リンク4するだけだし、みたいな話なんで。まあ、ガルドにしていいか。ガルド特殊するでしょ？で、まあ、これはアンブロエールしかないかな。はい。で、アンブロエールして、なんかヒータ言ってたら、なんかウーサとか出るんだっけ、ちょっと覚えてねえな。ちょっとわかんねえ。とりあえずこれでエンドフェーズ入りまーす。マスカレーナとかまではいけたのかもしんないけど、ちょっとあんま、縁を詳しくなくて。はい。久しぶりに使ってるんであんまっていうのもあるんですけど、あんまちょっと詳しくないので、よかったらコメント欄で教えてください。多分ヒータしたらなんかちょっと展開伸びるんですかでしたっけ。あ、アーディオン、はい。あ、家電を買うならあってオン、はい、ちょっと、残機デッキはちょっとさすがに使いどころ誤るとやばいので、ちょっとトガ姫さんのタイミングは見計らっていきたいといったところですね。なんか結局何どこで打ったところで貫通されるっていう反動はあるんで、ちょっとできればサーキュラーとかの後のリンクモンスターとかにぶち込むのが良さそうな気がするんだけど。あ、シグマ来た、バイロンシグマ来た、いいでしょう。どこ打ったところでさ、サーキュラーって言われて貫通されるパターン結構あるんでね。だからまあそこだけは注意って感じなんでね。ダランベルシアンか。まあ無効系の効果ないので、ちなみに。ウーサとかないとね。なんでちょっとね、それはなあ、まあまあまあそんなに強くないところなんだけど、まあこの辺も全部スルーするしかなくて。で、サーキュラーがサーチされる。まあどっちにしても持ってたらね、結局関係ないんで。で、ザーキュラーって。サーキュラー効果発動。まあただシグマも使ったよね。シグマ使ったからサーキュラーから墓地に落とされるカードでなんか強いカードは多分ないと思うんだけど、あんまり。はい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 、 OK です。で、これでサーキュラー特殊召喚されていく。 まだいいや。で、こっからサーキュラー、サーキュラー消える。あ、リングリボー、なるほど、リングリボーですか。
いやまあ大丈夫、トラップカードじゃないんで大丈夫です。あ、そういうことか、なるほど。相手ハンドック強くね。いやめちゃくちゃリンク伸びるやん。ただこれ先にさ、サーキュラーいる状態でなんかダランベルシアの効果使った方がよくない？持ってんのかな、もうすでに超会場とか。ちょ、わかんねえ。まあ、とりあえずこれ全部するしかねえや。1枚破壊したところで何も関係ないから、リンク値がでかいの出てきた瞬間にちょっと破壊するわ。なんかさ、あんなんか今のってあれなんじゃないの、あのダランベルシアンの効果使ってリリースして特殊召喚してみたいな動きした方が、なんか残機方程式みたいなやつ回収できるよね。やらないってことは持ってんのかな、まあ、パラエクスプラッシュメイジ来るよね。まあ、スプラッシュメイジはぶち殺しとくか、一応メイジぶち殺しておいた方がいいか。一応ここでまあ盤面広げれるんで、このリンク値2消すじゃないですか。で、はい、トガ姫、はい、でアンブロエール、ガルドニクス、どっちも起動できる。でとりあえずアンブロエールの効果も起動して、自分の墓地からサンライトウルフを特殊召喚しつつ、でガルドニクス君の効果によってさらに1枚持ってくるな、これ。オッケー。で、ガルド爆弾。これはね、キリンでいいか。キリンコスト、破壊する、まあ、鳥かな？鳥ですね、これ。こうしまして、で、これ破壊される、で、鳥出てくる、まあ、全員鳥かっていうか。ポニポニって出てきて、で、爆破する。で、ポニポニちゃんの効果発動して、オッケー、盤面広がった、とりあえず。割と、あと、炎王新天章もあるの強い。あ、は、うららか、なるほど。うららね。はいはい。トップララなのか、じゃあ。トップララなのか、持ってたのか、ちょっとわかんないけど。で、ポニックス、無効になりました。まあ、いいでしょう。ダイヤ、なるほど。全部見えた。あ、じゃあさっきのなんかサーキュラーの動きした方がよくない？なんか一応、まあんま関係、まあ俺じゃないから関係ないけど。え、これ新天章で全部爆破できんじゃねえ？新天章で全爆破できる説あるのこれ。ちょっと待って。これ、ダイヤ効果で蘇生される3体になるので、まあ多分リンク値稼がれなければいけるので、そろそろちょっと爆破していきましょうか。まあ、このデッキ先行アンケルだけがね、得意技じゃないんで、まあ、いろいろできるんでね。はい。こうして、はいはいはい。で、アンブロエールの効果起動しまして、このカードが墓地に存在する状態でリンク2以下のモンスターがバッカ、リンク3以下のモンスターが爆破されると、なんかブチ切れて相手のモンスター爆破できるんで、爆破しておいて、で、処理後に、リンクしてきたやつを炎王新天章で爆発させれば、はい、リンクレコーダー、リンク2からもう何もできないだろう。ちょっとぶっ殺すわ。はい、さようなら。すべてのカードを爆破します。すまんすまん、すべてのカードを爆破させてもらうぞ。申し訳ないな。着地狩り一生してたら勝てた。ラッキー。切断か、おどうした、おい、切断ですか。もう着地狩りって強いな、マジで。リンクモンスターに対してのさ、一生着地狩り続けたら勝てるっていうのはあるよね。巡航軸がな、一番多分ディアベルスター、スネークアイズディアベルスターのパワー引き出せるとは思うんだけどさ、初動が減りすぎてんだよね、あの巡航軸の方って。マジでパラレルエクシードとか、 なんかそのランク4とかから動かすみたいなことしないと多分無理なんじゃねえかな。なんかとにかく初動が少なくて安定感がなくなってる気がするんだよね、巡航軸だと。だからさすがに炎王構築で使うのがいいのかなと思ってる。炎王だったらね、普通にその鳥とか孤島とかなんかいろいろ、あとウルカニクスとかが初動になってくれたりするんで、まあ結構そこは強いかなと思うんですけど、キマイラちょっと、ガーディアンキマイラがマジできついな。ガーキマでいろいろ破壊されそうだが大丈夫かなこれ。ナイトメアプレンティス来たー、ナイトメアプレンティス来ちゃったって。バフォメットの効果起動いいでしょう。バフォメッツの効果によって愚かな埋葬ができる。でキマイラフィーチャーの効果で回
回収じゃねえ、このカードを除外して、え、それ入ってんの？くさ、やばい、ガゼルとバーメット普通に入ってるやつ初めて見た。入ってる草なんだけど、マジかよ。ナイトミアアプレンティス効果、特殊効果、あ、なるほどね。で、これで墓地のモンスター育てていけるってこと？あ、なんかちょっと強いな、動き、その動き。なるほど。で、クロシープの効果起動して、何が蘇生されるんだ、これ。わかんねえ。なんかわからんけど、ミラソか。はい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 。なるほどね。これ、別にそれ、その動きしたいんだったら、別にタオを落としたらよくないですか？あ、コアトル、はい。別にタオを落としたらよくないですか問題発生しません？先生。わざわざそれなんかあのバハメットのガゼル採用してリクルートする必要あるんですか？リンク値伸ばすことに意味があるのかな？ミラーストドナイト効果でこれで融合召喚縛り入っちゃうし、マジでクロシープの意味何？クロシープの意味何？でバハメット、はいはい、キマエラフュージョンと、ガゼルが回収されていく、まあ、やってることはねめちゃくちゃ強いんですけどね、これね。でベアトリーチェ効果発動します。はい、いいでしょう。結界像かなんか落とすんですか？あ、じゃトランザクションロールバック、やばいな。トランザクションロールバックだと、マジか。これなんかまやかしクソ語りとかされる？そんな癖るカードある？まやかしゴミカス語りとかされるやつ、これ。できんだよな、別に。ベアトリーチェがあの整列するっていうことは、ゴミカス語りできんだよな。ナイトメアデーモンズだと。あれ？まあ、ちょっとザガリだけ打っときますか。ナイトメアデーモンズ？なんかちょっと嫌な予感すんな。ナイトメアデーモンズ、まあまあ嫌な予感すんだけど。だってこれ、ベアトリーチェ何落とすの？あ、やっべ。ゴミデッキじゃねえか！おい！ゴミデッキじゃねえか！レベル6のモンスターが召喚、特殊召喚されたため、自分の墓地の自爆解放の発動条件が整い、じゃそのカードさ、じゃいいんだけど、スピーディーすぎるんだって、俺が死ぬのが。